習近平の敗北増刷記念特別番組、ありがとうございます。本日も福島香織さんお越しいただきました、はい、もう自他ともにというか、まあ、私は特に、もう本当にチャイナツナンバーワンだと思ってますけれども、ありがとうございます。すごいですよね。私有料メルマガの購読者でもありますから、ありがとうございます。有料チャイナゴシップス、メルマガいろいろ書いてます、はい、ね、はい、本当あれすごいですよね。あれだけのものを、ね、書いていただいて、もういろいろおかげさまで勉強させていただいて、なんかあれですよ、北戴河会議で長老が泣いたという噂もね、はい、まあ噂だけれども、はい、なんかそれを聞いた時に、あ、みんなあり得る、わかるってわっとみんな言ってたのは事実。なるほど、なるほどね。まあ、そういう話も出てます。そうですよね。2008年までは香港はもうチャイナウェルカムで、ね、北京オリンピックの時ももうチャイナを応援して、そうなんです、北京オリンピックの時香港の市民というのは中国を応援してたんですよね、で、あそこ聖火リレーってもう世界中でみんな石投げられてるっていうか、チベットの、ね、問題で、うん、妨害受けてたのに香港はちゃんとできたんですよ、なんでやっぱ2008年ぐらいまでは香港は、はい、まあ、徐々に中国にうまくコントロールされてた、まあ、何よりもねメディアが、ちゃんとコントロールできてたんですよ、中国に。ところがもうこのその以降、特に習近平政権になってからぐちゃぐちゃ、ですよね。もう今国家チャイナ国家ブーイングされるらしいですかね。ブーイングされて自分たちで国家作って歌ってるらしい、そうそう、あの国の歌ね、はい、でこれネットの有志が作っちゃった。2チャンネルみたいな掲示板があって、はい、そこでなんかこう曲があって、でそれにこうやっぱりネット民がですね、詩作って、で YouTube にアップされた途端をわっと広がって、みんなが歌ってるんです。なんか親中派デモがわーって湧いてくると、その辺にいる人がみんな親中派のデモを取り囲んで、その香港国歌を歌って、そう何にもできなくなっちゃうみたいなの、そうです、ね、メルマガ書かれてましたけど、いや本当にね、完結戦じゃないけども、はい、予告がなくて、ある日突然、はい、ある日っていうか、ある時ある場面で人が集まった時に誰かがこう、はい、なんかこう揉め事を落としたりとか歌ってると、はい、起こすと一人が歌い出したら、はい、そうするとそこにいる人たちがみんなうわーっと歌い出して、もうショッピングモール中に歌い出して、だみんな SNS でアップするわけです。あ、歌ってるぞって、 あそこで歌ってるから俺も歌いに行こうみたいな感じでうわーっと集まって、すぐ1000人規模ぐらいの集会ができちゃう。うわー、でもこれはデモじゃないんですよ。今デモ禁止だから、デモしたいって言って許可が下りないんですよ、はい、だから今やるデモってみんな違法デモなんですけども、はい、それ違法デモに参加するのは怖いなって思ってても、ね、街歩いて歌ってるだけじゃん、そうですね、ショッピングモールで歌ってるだけじゃん、それ歌ってるやつをね逮捕したりしたら大変ですよね。逮捕できないで、できないですよね。普通の市民が普通に歌う、はい、でもやっぱね歌ってたら隣で女の子とかがボーな、ボーダの涙感動して、あ、すごいですね、やっぱりなんかもうダメだと思ってた香港がこの歌を歌うと自由は取り戻せるんじゃないかみたいな、香港復活するんじゃないかっていう気持ちになれるとか言ってた。なるほどね。親中派のデモってのはもちろん金もらってやってるデモですから、全部が全部そうだとは思わないんですけれども、でも実際にお金の受け渡しっていうのはかなり目書きされてて、ね、それがまあネットに上がってましたよね。ネットにってかスマホ時代だからすぐ上がっちゃうし、で私もその親中派デモとその乱闘騒ぎがあって、九龍湾でのショッピングモールがあって、はい、行けって行ったらいいよって言ってすぐ行ったんですけども、でその時に乱闘は終わってたんですけども、乱闘のあった場所で何が起きてたかって、みんなが国歌を歌ってるの、さっきの、つまりもう乱闘が起きて、で暴力的な若いやつとかデモ隊とかは殴り合ったりとか、相手をまあこてやったりとかやられたりとかするわけですよ、だけどもそういう暴力は嫌だと思ってる人は、実は香港人暴力嫌いな人が圧倒的に多くて、暴力には手を貸したくないし嫌だと思ってても、気持ち的に心情的にはそのなんていうのかな、殴ってるやつの気持ち分かると、その親中派でも殴ってるやつの気持ちが分かるとかっていう時に、みんながこう歌う、黙ってただひたすら歌うみたいな。親中派のデモは許可下りるんですか？だ、そうなんですよ。で親中派のデモでと乱闘騒ぎになるでしょ、だ警察が来るでしょ、そうすると要するに香港デモ隊っていうか反送中デモの方だけ捕まえて、親中派デモの方は保護する。もう長野のあれですね、聖火リレーの時と同じですね。そうなんですよ。でなんでこいつら
保護されるんだみたいな感じでまたブーイングがやる、だから、まあ、私 も, 逆効果ですね、もんね、暴力嫌いだけれども、で目の前でやっぱり親中派のデモの、ね、おじいさんっていうかね、おじさんというか、まあ、60とか70ぐらいの人が殴ら、やっぱり引きずり倒されて殴られて、もう13用のね、香港の男の子が頭殴ろうとするから、頭殴るなみたいな感じで、ちょっと入ったりとかするんだけれども、でも結局彼らは法に裁かれないで、人を殴っても法に裁かれないで、裁かれるのうちら側だからっていうような、なんていうの、本当にその法を警察や法を信じられないから自分たちが天地を与えてやるみたいなノリでやってしまうからちょっと怖いんですよ ね、 そういうところは。でも、そういうのを良くないと思ってる人たちもたくさんいてて、そういう人たちは、まあ、もちろんやめろって言うし、あと救護班がいるんです、ボランティア。そうですね。でこの人たちは、やっぱりね、すぐ助けるんですよね。相手がそのいわゆる親中派でも親中派プロ市民であろうと、香港デモであろうと、観光客であろうと、だからパッと助けて、ですぐに応急処置やって、で救急車もすぐ呼んでくれるんですよね。でやっぱりそこら辺は香港市民っていうのは水準の高い、民度高いんですよね、いわゆる民度が高いって言われる人たちで、ところがその救急車がそこに、私もそこの現場行ってたんでよくわかるんですけど、そのプロ市民のある人がやっぱり殴られるわけですよ、デモ隊の、その香港のある市民、デモ隊じゃなくてね、もう一般人、一般人です、わっとなった。だからまず親中派の雇われデモが、この人たちがお金もらってるってことは、実はネットでそのまさしくお金もらってるとこ取られて、現場取られてますもんね、現場取られて上がってたんで、お金もらってる、そのまあいわゆるその官製デモだったことは分かって、中国官製デモだったことは分かってるんですけども、その人たちがわっとなった時に市民との、まあ、乱闘が始まるわけですよ、で乱闘始まったらやっぱり暴力嫌いな人がすぐ警察呼ぶわけですよ、そうするとすぐパッと警察が来るんですけども、で、香港市民だけをね、捕まえて、で彼らは釈放とか、もうほっとく、親中派はほっとく、でもでこの人、そうすると残った市民たちがわっと寄せ寄せて、みんなで周りで耳のそばで歌い出すわけです。香港国家をね、でそうやってそのプロ市民の一人がわっともう逃げるように立ち去ろうとしても、ずっとみんなが追いかけて、追いかけて歌うんですか、歌いながら追いかけて、歌いな、でか罵りながらというか、でその中で何かのきっかけで例えば引きずり倒されて、そうするとみんなわっと暴力になりそうになるんだけども、そこら辺はやっぱり香港人民度高い人も多いから、やめろとかやって、まあちょっと殴られて、でちょっと気失ふらふっとなってるところ、そのボランティアの人がパッと助けてあげるわけですよ、で救急車もすぐ来るんだけれども、救急車に彼を乗せないの。なんでですか。警察が来たら警察の車に乗せるわけ。だからみんなが怒るわけ。一般人なら救急、ね、本当に殴られて気絶してるんだったら、救急車に乗ってちゃんと治療を受けなさい、なぜ警察の車両の方に乗る。だから彼はみんなが言うには、要するに殴られ、ちょっと殴られて、痛い痛い痛いっていうふうにして、ブラジルのサッカー選手みたいなやつ、ブラジルで、サッカー選手、ペナルティキック取りっていう感じですね。ペナルティキック取りに、だから救急車に乗って大したことないってバレちゃったら、後でそういう話で漏れるから、警察が保護に保護してます。だからもう警察とグルダーと、親中派デモでお金ももらってて、警察も彼らをこう擁護してるっていう、そういう構図は確かにその現場に行ってたら見て取れて、でそれがまあ分かるから、まあ市民は逆にもっとこう怒って、あんなやつ殴っていいんだみたいな感じになるんだけども、やっぱりね、市民が市民を殴るような状況になったらもう収拾つかないですからね。これはやっぱりデモがデモやるぞって言ってプロテクターつけて政府庁舎前で火炎瓶投げるのと、その市民の中であちこち起きる暴徒っていうのはまた別のもんなんで、そうですね、次元が違いますもんね、次元違うんで、やっぱりこの暴徒はね、やめた方がいいんじゃないのみたいな話を、気をつけなきゃいけないよっていう話はしてたんですけど、そういうのがもうしょっちゅう起きてますね。親中派でもね、ここまでもう種明かしされちゃってるっていう状況なのにまだやってるんですか。中国ってみんなね、プロパガンダうまいとか、洗脳工作とか、怖いとかって言うけれども、はっきり言ってバレバレでしょ。ですね。でバレちゃったら逆効果じゃないですか、これ全部。で実は、
私今ちょうど翻訳が終わって、はい、ゲラも見終わった本が、はい、あの火星連さんっていうニューヨーク、はい、じゃあどこだったっけ、アメリカ、とにかくアメリカにいるんですけども、はい、アメリカにいる研究者の方も、はい、元新聞記者だから、はい、私非常に、ね、リスペクトしてるんです、よく知ってる人なんですけども、はい、でこの方が書いたのがその中国 の、 その外国におけるプロパガンダ工作の、はい、まあ、裏事情っていうか、はい、背景を書いてるんだけど、はい、結論はね、はい、2009年に例えば1年だけで490億人民元ね、はい、投入して、対外プロパガンダ工作とかって大号令出したの、はい、で結果はどうですかっていうと、はい、むしろ悪くなったと、中国イメージは、つまりあからさまな、あの恥ずかしいぐらいあからさまなプロパガンダってバレるし、はい、まあそうですよね、余計心象悪くしちゃうんだっていうことを、まあ、結論的には言ってたんですよ、はい、すごいプロパガンダなんだけれども、はい、実はそのプロパガンダのやり方っていうのは決して素晴らしくうまいわけじゃないと、だからもうやり方もオーソドックスで、3000人、私もいろんなところから聞いて、これも全商っていう雑誌にも書いてたし、いろんな別の方からも聞いたんですけど、はい、大体ね、中国から偽記者とか、はい、偽市民要員とか扇動要員に3000人ぐらい入れてるらしいです、はい、7月以降かな、香港にも、香港に3000人、うん、はい、だから記者って言ってても実は警察だったりとかいっぱいいるんですよね。でこの人たちとか、はい、あと市民とかが、はい、そのなんていうのか、偽市民とかが、はい、そのいかにも香港のデモが、はい、暴力的でこんなひどい目にあってます、こんなひどいっていうようなのを一生懸命こう発信するわけですよ、はい、SNS も使って、あの空港で殴られたって有名なやつありますよね、うん、まあ、あれも環球時報のね、あのネット記者、わざと挑発して殴られて、うん、でも全然ピンピンしていってやってる、うん、でもなんか誰も同情してなかったっていうね、あ、まあ、あのメディアっていうのはね、基本的には妨害、取材妨害してはいけないっていうね、はい、それが香港報道の自由の香港のですね、はい、あの輝かしい誇りですから、はい、ああいうことやるとすごく香港の名誉が傷つくはずなんだけれども、まあ、でも実際にはそういうふうに工作に入ってるっていうことがものすごくもうバレちゃってるんで、 あんまり効果がないんですよ。なるほど。で、そういうなんていうのかな、警察とかがの中にも警官隊にもかなり公安警察が入ってるっていうふうに言われてて、で、はい、確かにものすごい強いやつらがいるんですよ、スピードゴラゴン、ドラゴンって言って、スピードドラゴンかっこいいでしょ、すごいです、ま、REO スピードワゴンみたいですね、真っ黒なね装束で、はいはい、顔も見えないし、はい、実は香港警察ってみんな識別番号ついてるんですけど、はい、スピードドラゴンにはついてないんですよ。だからで、これはもちろんもともと香港で作られてる特殊部隊なんです、はいはい、ものすごい足早いんですよ、あんな重い装備で、もう絶対追いかけられたら逃げられないとかっていつも思ってるんだけれども、はいはい、そのスピードドラゴンの人たちの中も本当に香港警察かなってみんな思う。彼らは番号がついてないので、だから、まあ、実際に、中国の公安が入って入れ替わったとしても、はい、誰も気づかないであろうと。ですよね。で、3万人ぐらい入れてるんだっていう話を、はい、香港の大学のね、ちょっと名前ど忘れしちゃったけれども、はい、まあ、大学の先生がですね、フィガロのっていう新聞にですね、書いちゃったんですか、うん、なんか証言したらしくて、で、まあ、どういうルートでその話を聞いてるかどうか別として、はいはい、でそれを、まあ、香港の雑誌なんかも転用して書いてるんですけども、ただ私もいろんな人からその、まあ、中国側の人から聞いてたけども、もう6月の段階で、はい、つまり64デモの警戒の段階で、はい、応援部隊は入れてるって話はしてたんですよ。でこれはね、よくあることで、よくあることでっていうか、はい、まあ、香港においてですね、はい、警備なんかも例えば要人が来るときに、はい、香港の警察信用できないからってわざわざ中国の広東から警察出張ってきますから、習近平があの橋の開通式行った時とか、まあ、そういう時ですよね、はい、だから実際にそんなに前例がないわけでもないし、はい、でもちろん公式にはそんな協力してませんってね、香港警察言うに決まってますけれども、まあ香港の警察ってたかだか3万人程度 で、ね、もはやね100日もあんな毎日火炎瓶投げるようなデモしてたらね、みんなヘロヘロに疲れてヘロヘロですから、はい、まあ、部隊ちょっとね応援部隊入れないと持たないことは事実
なんか前にあれですよね、あの前の方にいるやつらが、はい、関東語喋れないやつがいるとか言って相当問題になって、で今そいつらが後ろの方に行ってるとか、うん、そうです、あのまあまあ、ね、欧米の、ね、記者たちが英語でいろんなこと話しかけたりしても、はい、まあなんか分かんない、英語全然中国人できないんですよね、うん、でいやかん、あの香港警察は英語の試験がありますから、はい、まあ、そうですね、香港警察はできるけど本土の人はあんまできないのでバレちゃう、ね、とかね、あとね、私あっと思ったのは、はい、あの空港とかでだからものすごい量の警備員が必要なんですよ、警察の、はい、で空港なんかももうあの15日のデモの時はあのもう完全装備で、あのスイマーって言って水の馬って書く、はい、プラスチックのね、あのガードを作るんですよ、はい、これあの持ち運びしやすいように水抜いたら軽くなるんですけど、プラスチックのこんな大きな容器で水入れると重しになって、はい、まあ、あのいわゆる防護壁になるんですけど、はい、でそれで空港ガーッと囲んで、はい、ちっちゃい入り口に警官入れて、でパスポートでチェックするっていうのがあって、はいはいはい、であのそういうところにも全部警察配備するわけですよね、はい、で私も空港に行くときにパスポートコントロールでチェックされるんですけども、その時に、こっちやり取りが中国語で、あなたは観光客ですかみたいなやり取りを中国語でやるんですけど、はい、綺麗な標準語の中国語を話すわけですよね、はい、でまあ、もちろん空港で、ね、警備するぐらいですから、はい、ちゃんとした中国語を話すのは当たり前なんだけれども、でもそれにしてはあの香港人にしては綺麗な発音だなとか思うし、はい、で私も中国語で返すと、いやお姉さん、あ私お姉さんってシャオジェって呼んでちゃって、よかったですね、まあ、お姉さん、すいません、シャオジェ、お姉さんってね、あなた中国語うまいねって言って、はいって言って中国に留学しましたとかって言うと、すごい嬉しそうなの、なんで香港人のお前がそんなに嬉しそうなのかっていう話になると確かにやっぱり大陸から来た人かなっていう印象を持ちますよ ね、いや嬉しい、でいや中国語がねとてもお上手ですねみたいなこと言われて、ありがとうございますって中国に留学しましたとかって言ったら、そうですかとかって言って喜んでくれる、怪しい、怪しいですね、こんなに中国で香港人は広東、まあ、広東人もそうなんだけども、香港人もそうなんだけども、言葉に対するこう愛着っていうの、はい、もう大阪人が絶対東京に来ても大阪弁を話し続けるのと同じで、はいはい、ものすごい強いんですよ。だって広東語ってもう北京語とは別の言語ぐらいに違うんでしょ。そうです。だからね、実際にはあの大阪人が東京に来てですね、標準語は大阪弁だみたいに言い張るような感覚が、香港人とか広東人の韓国語、あの広東語に対する感覚なんですよね、はいはい、だからプートンフォアがお上手ですねって言って喜ぶっていうその発想自体がねちょっとおかしい、ちょっと違うんです、カルチャーに合わないですよね、カルチャーに合わないな。で、あの実はその偽記者とか増員の中に、はいはい、北京、上海、広東からその増員3000人は送ってるっていう記述も報道もあったりとかしてて、はい、まあ、あの上海人はすごいプートンフォア下手だけど、はい、北京人は相当うまいから北京から来た人かもしれないななんて、ね、勝手にまあ私が想像したんですけど、広東から入った人は同じ広東語だからあんま分かんない感じですか。うん、まあ広東語のね人が話すプートンフォアっていうのは、はい、あの特に香港人なんかは独特ですよ。独特っていうかやっぱりあの一生懸命勉強した訛りの強いあの普通語を話すこと。ああ、でこれであのまあ香港のデモね、10月1日の建国記念日ですか。はい、これに向けて。そうですね、国慶節でしたっけ、はい、で国慶節も来いって言われて、まあいろんな、はい、今回はいろんな方にですね、はい、まあ、取材を手伝う、私自身が広東語ができませんのでほとんど、香港とか言ってなるほど、あの言えない、あの歌もまだ国歌覚え、広東語で覚えられないからなるほどとか言って、はい、言えないんですけど、はい、なんで、まあ、いわゆる香港の地元 の、はい、あのメディアの人だとか、はい、市民の人だとか、はい、デモ隊の人だとか、はい、いろんな人に、まあ、助けてもらうわけです、はい、通訳とかも、ね、はい、やっていただいたりとかもするんですけども、あのいろんな話を聞くときに、はい、だからそういう人たちが、まあ、言うには10月1日は国慶節だから、はい、香港でも盛大なお祝いをするつもりですもうお願いだからね、変なことはしないでくれとは思うんだけど、盛大なお祝い、うん、ぜひ見に来てほしい、これは楽しみですね、いや楽しみじゃない、もうやめなさいとかって思うんだけど、でそういうことを言うん で、はい、で あなた方はね、はい、デモ隊の子たちに、はい、あなた方はねあんまり過激なことをすると解放軍が来るかもしれないし、うん、
天安門事件のね、うん、ようなことが二の舞になっちゃうかもしれないから自制が大切ですよと、うん、これ長く続けて国際世論を味方にしていくってことがあなたたちのね、うん、デモ隊の最大の目的ではないですかみたいなことを言うと、ね、もう解放軍カモンっていう、あもう来るなら来いよと、来るなら今すぐやってやると、うん、プロレスですね、うん、来るなら来いと、命捨てる覚悟できてるみたいなことを言ってて、もう漫画の読みすぎかよって呆れることもあるんだけれども で,、ね、でも本当に多くの子たちが、いやもう家で出る、もちろん家族と喧嘩して出てきてる子たくさんいますし、はい、家出る時に衣装を置いてきたっていう人も、デモに出るたびに衣装を書き直して書いて、出てくるっていう人もたくさんいてて、でもうここで負けたら終わりだっていう、まあ、分かってんですね、みんなね。でもういや暴動罪で捕まったらね10年ぐらい入ることになるんですけど、あなた方そういう青春をね捨てる覚悟ですかって言ったら、覚悟できてるとかって言うからもう勝手にせえやじゃないけども、すごいですね。でもふっと思い出したらそう言われるんですよ、みんな僕らのデモ過激だって言うけれども、フランスもっと過激なことしてましたよ、まあそうですねって言って、日本も昔もっと過激なことしてましたね。日本もっとすごかったですね、ロケット弾打ち込んだりしましたからね、皇居にね、まあ、それを、はい、それを言われてしまえばっていう、その通りですねって、まあ、そういう時代時代 の, そのどの国にもそういう、こう一時期その若者をこう暴力でもいいから理想、うん、暴力を使ってもいいから理想に駆り立てるっていう時代が、世の中変えたいとか、もうそういう時代っていうのが確かにどの国もほんの一時期だけどありましたから、はい、まさに香港っていうのがそういう時代に来たのかな。だから時代革命っていう言葉が出ました、キーワードですね、うん、反送中から時代革命へっていうのは実は今回のテーマですね、うん、で欧米人はこのね、はい、時代革命っていう漢字がね分かんないんですよ。あエイジレボリューションとか言ってなんかサプラマンですね、うん、だからどういうふうに翻訳されてるかっていうと、はい、今は革命の時だっていうようなそういうスローガンにすり替わってるんですよ。なるほど。だから時代革命という言葉が、ポンとこないんですけども、はい、レボリューションオブアワータイムスかな、アワーエイジかな、なんかそんな感じで翻訳してたとこあるんですけど、はい、だから彼らはねむしろ自分たちでその欧米メディア勝手にね水のような、はい、ビーウォーターっていうねブリッシュその言葉から取った、まあ、要するに変幻自在だと、うん、形も徐々に変わってきてるわけですよ、はい、最初平和デモで100万人、はい、200万人デモ出た、はい、と思ったら暴力的なデモになって、はい、で今平和デモって かなり封鎖さ、もう許可出ないですから、はい、やっぱり平和デモって許可出てこれが合法のデモであるっていうから市民がわーっとみんな参加できるんであって、その許可が出てないとやっぱり15日の平和デモというのは10万人ぐらいに縮小したんです、はい、もっと少なかったかもしれない、はい、その代わりもう暴れるやつは火炎瓶投げて地下鉄に火、うん、もう入り口に火炎瓶放り投げて、ね、地下鉄なんかもうガラクタみたいな、瓦礫みたいなバーって巻いて通れなくしたりとかしてたんですよね、うん、もうやりたい放題やってるんですけども、でも同時にそのなんていうのかな、じゃあ一般市民はさっき言ったように、はい、ただひたすら歌を歌うみたいなね、集まってもういきなり歌を歌うみたいな、そういうような集会の形 で,、まあ、で本当にもうビーウォーターじゃないですけども、はい、とにかくいろんなその形で自分が今できることをやろうみたいな感じで、デモなんていうのかな、デモの概念にちょっと合わないような動きに、まあ、なってきてるんですよね。 なんでこれは欧米の記者たちが名付けて、水革命とか水の革命とかって、まあ、言ってるんですよね、でまるでブルースリーのよう、はいはい、格言のようだそう出てました、ウォールストリートジャーナル出てましたね、うん、だけどもブルースリーの、だけども香港の人たちは、はい、このデモに名付けるとしたらどういう名前って言ったら復興、光が再びですね、はい、復興香港時代革命デモだって言ってるわけです。漢字を見る日本人にはピンときますけどね、うん、でなるほどね、時代革命なんだって、まさしくそういう時代に来たかなっていう。なるほどね、復興の子はまあ自由って意味ですね、ある意味。そうですね、はい、まあそうですね、復興っていうのは光、光ですけど、その光とは自由のことですよね。復元、そうですね、復元の光ですからね、はい、光を再びっていう、幸福説とか言ってね、あれと同じですよね。そうです、そうです、はい、自由ですね、自由を元に戻そ う, うで、まあ、確かに台湾もね、民主化素晴らしいって言うけど、台湾のデモも最初の228の前のね、はい、時なんていうのは市民も結構暴力的だった時代があるって、要するに何か時代を大きく変えるときに、若い人たちが
その本当にあの前後自分の未来のことだとか、はい、後先のことを考えずにこう暴力に走る現象っていうのは、うん、どこの国でも、まあ、起きてて、はい、で日本もやってたじゃないですかって言って、でそれが全く意味がなかったかっていうと、はい、まあ、私なんかも例えばその、ね、東大にも文徒とかいっぱいいましたでしょ、はいはいはい、でもあの人の後でいろんなことをいろんな人に話を聞くと、例えば台湾の人たち、はい、民主化の人たちなんていうのはやっぱり相当影響されて、うん、だから日本のそういうこう学生運動があの時代にあった、はいはい、あの後半ダメですよ、わけわかんないのは、はい、連合赤軍とかね、うん、はい、だけどもその最初の東大の文徒たちが、はい、その日本のねその自由というか、うん、まあ、アメリカからの自由っていうものをこう掲げてですね、はい、運動したことに関しては非常に影響を受けたから、うん、台湾が民主化したのはある意味その日本の学生運動を参考にしたし影響を受けたし、うん、そのおかげだ日本のおかげだみたいなことを言う人もいるし、はい、もちろんその台湾の民主化の運動の中心というのが日本の教育を受けた、ね、知的階層があったっていうことも、ね、まあ、関係あって、なんでそういう意味ではその日本の、まあ、暴力的だと言われた、はい、まあ、60年代の安保ですね、うん、今の香港よりは相当激しい、ね、はい、あのことをやってた運動もその世界に対しての一つのこう、はい、影響力だったんですね。影響力というか意味はあったと、はい、いうふうに、まあ、思えば今の香港の若者のこういう、 こう暴力的とも言えるような運動っていうのは、はい、ひょっとすると世界に何か影響を与えるかもなという、なるほど、でやっぱりね単純な構造ではなくて、はい、単に例えば私たちも外国のデモ出てフランスのデモとか、はい、見て、はい、これはもう貧富の格差があって、はい、貧しいやつらが鬱憤晴らしに暴れてるというね、はい、やっぱり格差デモだって思っちゃう、うん、で私も香港はそういう要素が非常に強いと思って、はいはい、確かに最初の頃とか例えばモンコック2016年にモンコックに同じような、はい、ちょっと今よりはよっぽど小規模ですけど、はい、モンコック騒動っていうのがあったんですけど、はい、そういう、まあ、類かなやっぱり貧富の格差というか、うそこで暴れてモンコックで暴れてた、青年たちは私結構よく知ってて、はい、捕まった後にこう弁護の、なんていうのかな釈放要求とか、はい、不起訴要求とか、はい、全部裁判の時にの陳情とかも私も、まあ、出してって言われて、あ、そうなんですか、出すぐらい、でも直接会って何度も話を聞いたこともあるぐらいは、はい、知ってるんだけれども、はい、やっぱりね労働者だったんですよ、彼は。なるほどね、まあ、もちろん賢い、どっちかっていうと、まあ、ちょっと貧しい方の人と、うん、だからもうなんていうのかな明日どうなってもいいみたいな気持ちで、はい、参加するような子たちも結構いてたんで、はい、でそういう意味では香港のこの激しいデモなんかも貧しい子たちかなと思ってた、はい、貧しいというか割と低層の人たちかなと思ってたら、はい、実はそうでもなくて、今回違うんですよね、割とお金持ちが、割とでか車の送迎もベンツだったりするんですよね、なんかねボランティアが、いやいや、だからそれは相当な ハイソサエティの方 で、ね、まあ、会社いくつも持ってるような、はい、みたいな、そういう人がまあ実行部隊には行けないけど後ろで送迎ぐらいはやってやるよっつって、なんかもうベンツ出して送ってくれるらしいですね、うん、だからいろんな、はい、つまり企業とか実業家の方も結構応援してる、はい、なるほど、もう今回だからもう行ったら終わりだってみんなちょっと共通認識なんですかね、うん、この搬送中象徴として、そうですね、で結局実業家とかビジネスでお金儲けしてる人たちっていうのは、はい、少なくとも2008年までは中国と組んでることで利益がある、あったんです、あった、はい、共産党の人たちも香港で儲けてた、その通りです、ウィンウィンの関係だった、はい、チャイナ経済がまだそこまで調子良かったんです、うん、ところがリーマンショック以降です、おかしくなったのは、そこから習近平政権になって、はいはい、2012年からでしたっけ、2012年ですね、そうですよね、はい、でまだねリーマンショックの後の立ち直し方っていうのは、ね、世界から称賛を受けたんですよ、まあ、財政死ぬほど吹かしてねやったんですけど、 それが今の実はツケの原因なんですけどね、実はね、あの時は良かったんです、リーマンショック直後 そのやり方があまりにも鮮やかだったもんで、はい、ワシントンコンセンサスに対して北京コンセンサスっていう論調ができて、はい、
中国が新しい経済モデルだなんていうね、まあ、今で考えたらもうちゃんちゃらおかしいよね。ちゃんちゃらおかしいような、日経新聞によく載ってましたね、そういうのがね、うん、はい、あのね、あのラモさんっていうね有名な、はい、あのジャーナリストで研究者のね、はい、ワシントンだったかな、あの、はい、ニューヨークでアメリカの、はい、が論文書いて、それで一斉イアン・ブレマーとかも言ってると思います、うん、はい、もう一斉にバーッ と、はい、ジョシュア・なんとかラモだったのかな、はい、あのわっと広がったんですけれども、はい、今から考えで、その時になんていうの、まあその時が栄光の頂点かな、はいはい、でそれからちょっとあれおかしいぞってなった時に、うん、で本格的におかしくなったのは習近平政権なってからですね。あのエドワード・ルトワック風に言うと、あの国家戦略がその時変わったと言われてますね。そうです、完全にね、平和的台頭を捨てて一気にその、まあ、あの暴力的な台頭でもまあいいと、うん、まあ、要はその覇権主義むき出しになったのはその時期だと言われてますね。でもう一つはね、やっぱり習近平政権になるまでは、まあいわゆる鳥かご経済って言われてて、はい、ある程度 の、 そのルールの中で、はい、共産党のコントロールできる範囲の中で、はい、自由に経済をやっていいよっていう鳥かご経済だったのを、はいはい、それツイッター見ましたよ。鳥かごをどんどん大きくしてたんですよね。そうそう、で WTO に入り、はい、どんどん置いて、でこれ以上大きくなったら鳥かごの意味ないんじゃない、で中の鳥も結構大きくなってるしさ、もう入んないよと思って、だからそれだったら鳥かごをやめればいいわけですよ、はい、ですよね。もうね、あの鳥かごの中で外で、ね、大空羽ばたきますよ。こんだけでかくなればと、こんだけでかくなったら大空羽ばたいて、あの対等なね、あのハゲタカと対等に競争したらいいじゃないかってぐらい大きくなったのにもかかわらず、2012年習近平出てきて鳥かごが大きくなりすぎたら、はい、じゃあ今度鳥かごを小さくするわ、持たないんだ、習近平これちっちゃくしちゃった、持たないから小さくするわって、ところが中の鳥は結構大きくなって凶暴になってるから暴れそうになるから、うん、ね、あ、じゃあもうこれもう柵を太くして鉄もう鉄棒にしちゃって、で鉄条網もつけちゃって中の鳥が暴れないようにしなきゃってなって、今中の鳥もうちょっとバタつきすぎて瀕死の状態、それが中国なんですよ。あ、経済やばいですね。経済やばい。で、まあ、香港とも言えますよね。香港だって、ね、まあ、中国のその台頭と一緒にですね、はい、同じ繁栄を享受してて、はい、2008年ぐらいまでは中国についてってもいいかなと思う人は、はい、多分半分はいなくても3分の1以上はいてたと思う。まあ、半分近く、はい、あるいはひょっとすると半分ぐらいはいてたかな。はい、で、まあ、一国二制度は絶対壊れないという自信もあったんですよ。なぜなら一国二制度のおかげで共産党のやつらも結構いい思いしてるから、これは壊せないと思って、それみんな言います。香港の人、香港の金融関係者聞くと全部それ言います。だから自信も持ってた。そう、さすがにこれ壊したメリットないだろうと、まあそれはこれで、あの壊すわけないと思ってたら、壊し2012年習近平政権になってからガンガン壊し始めてあれみたいな、あれでもうそうなってくると、ね、ビジネスマン、今まで親中派と称してた人たちは親中派である必要はないんですよ。そうですね、なんとかしてほしい、はい、でも表中国怖いですから、ね、で自分工場とかあの資金、ね、いっぱい向こう取られちゃってますからね、中国に投じてるから、はい、口では何も言えない、はい、だから心の中ででもやれやれ、あって思ってたのが、でもやれやれって言って、はい、後ろでこっそり車を運転したりとか、ね、車出したりとか、お金出したりとか、お金出したりとか、なるほど、やってるわけですよ。それが散発的に起こってたんですね。雨傘の時もちょこっと起こったりとか、そうなんですよね、そのさっきのモンコックのやつも起こったりとか、うん、で今回ドーンと起こってると、でも今回はもうはっきりと、はい、中国に出て行っていただいてアメリカに介入してほしいっていうのは多分実業界も金融界も思ってます。いやこれね、香港の人に聞いたね、もう一つのね、そのやつが、そのじゃあチャイナとね、じゃどこまでこの関係続くのって言ったら、いやもう金の切れ目が縁の切れ目ですよと、金くれるから俺ら付き合ってるんですよと、金くれなかったら付き合うメリットあるわけないじゃないですかってみんな言ってましたよ、香港の人、まあ、僕が知ってるその金融関係者ね、まあ、みんなそう言ってますよ。香港ってそういうところはある、金くれるんだからね、金くれるんだったらもうチャイナ万歳だけどさと、最近でも金くれないですよねって言ったら、いやだまずいと思うよみたいな感じでしたね。だからそのリーマンショックのところで一時的にね、はい、そのまあ孵化して2012年ぐらいまで持ったんですけど、その資産を習近平がまあ食い潰して、うん、でもう全然チャイナ経済ダメじゃんってなったら、もうこの手のひら返しですよ、うん、これまあ予想されたことですけどね。で、まあ、であと、はい、やっぱりね、デモのに出てる普通のサラリーマン、はい、普通の人たち、はい、庶民、まあどちらかといったら労働者側の人たちに聞けば、はいはい、いや金融ね、はい、香港一国、
香港で暴動が起きると、はい、起きてで軍隊なん なんかが出て、はい、で例えば香港のねその金融の優遇だとか、はい、国際金融 その地位がね、はい、なくなったりとかすると、はい、香港みんな困るでしょうと、うん、デモはあんまり過激になりすぎると、はい、そういうふうに香港の沈没にね、うん、スピードが拍車がかかるかもしれないから、はい、そこそこにしないとダメなんじゃないのみたいな話をすると、ね、僕らは香港のそういう恩恵に一切そのやっぱり良くしてない、良くしてない、一切かかってないからその利権には、うん、利権に何のその利権に何の関係もないから香港の利権が奪われるとか、うん、もう全然関係ありません、うん、っていうことも言ってるわけ。なるほど。だけども香港の自由、うん、結構ね野放図なぐらい自由だった時代が ね、はい、ありました、はい、香港って、はい、メディアもとっても自由で、うん、その知り合いの方がいや香港はジャーナリストビザをどこで申請するんですかとかパスはどこでっていうかビザもパスもいらないよ香港名乗ったら OK みたいな、もう名乗って突撃あるのってそれみんなやってることだから。でもうねそこに日本みたいにそのメディアがね記者クラブ作ってとか記者クラブ使ってっていうのもほとんどないし、うん、もうみんな体一つで、取材ガンガンやってるし、だからフリーランサー多いし、ね、あと香港もセルフメディアって言って、はい、自分でブログ作ったりあるいはサイト動画上げたりラジオ、ね、ネットラジオやったりとかして、ね、自分でメディア作ってるんですよ、ーチーム作って、はい、で私たち手伝ってくれる、まあ、メディアの子たちっていうのも実はセルフメディアの子 で特に今はそれで情報バンバン出てくるんですね今ね。そうです、だからものすごいねネットワークって言ったらおかしいけど取材力 あります、はい、やっぱりね、はい、この天笠運動以来ずっとこのテーマでをねことあるごとに取材してきて、で普段何取材してるかって言ったらね、はい、アニメとか同人誌とかの情報発信してるんで、そう多分そっちがお金になるんだと思うんですけ ど、ね、その発信があるからこそ、まああえて名前言いますけど、宋文秀さんみたいな人がね北京寄りのなんかプロパガンダみたいなこと言っても誰も日本人信じないじゃないですか、うん、こいつ何言ってんのみたいな感じで、うん、むしろ宋さん逆効果になってると思いますけどね。あだからもうこのね、2009年以降、はい、まあ、2009年以降が要するに中国の対外プロパガンダ、はい、大戦略っていうのをものすごい中国はもう国家を挙げてやったわけです、はい、中国の国家イメージを良くするために、はい、国際関係、中国はもうこれからね世界に派遣やるんだから、うん、それにはまず国際イメージ良くしなきゃいけないっていうんで、はい、ものすごいお金を投じて、はい、毎日新聞にもね金出してねチャイナウォッチって載せてますよね、うん、ものすごい、はい、人材を投与して、はい、やった、はい、で今ようやくそれから10年2009年に始まって、はい、それから10 年結果が出ました、はい、でその結論はって言ったら失敗しましためちゃめちゃ悪くなってます、何の成果もありませんでしたって進撃の巨人のキース先生みたいな感じ、なるほど、調査兵団かみたいな、調査兵団、初期の調査兵団みたいな感じだったんですよね。福島さん進撃読んでるんですか。最新刊まで読みました。最新刊読んでない。いや言えません言えません、これ全部読んでます。いやだから言っちゃうんです言っちゃうんです。あの辺とかあの辺とかいろいろあるんで言っちゃうんです。というかね、あれどうやって終わる、はい、どう終わるんですかね。いや多分次が12月に出るやつが最終決戦かもしれませんね。はい、まあそんな感じで、進撃ネタをやるとまた一本番組できちゃうんで、はい、わかる。ということは10月1日ちょっと目が離せない。だからね、10月1日も行こうかなとは今考えてるんですけど、ちょっと ね危ないですよ。いやちょっとねもうめちゃめちゃ忙しくて、行けるかどうか分かんないんだけど、はい、まあ来いって言うから、まあ、一応行くつもりでしてる。なるほどね。でこれね、福島さんのツイッター、はい、今日ね意味軸も書かれてましたけど、香港はチャイナの糖尿病であると。はいね、だからこう糖尿病だと思って舐めてるともう全身にそれが、いや、まあ、でね、これはまあ ね糖尿病にかかってる方を揶揄するわけでもなくて、はい、まあ、遺伝の糖尿病の方もいらっしゃって、はい、あんまりいい表現ではないかなと思うけど、たまたまその知り合いと、香港の人が言ってるんですよね。いや、あ、じゃなくて、まあ、じゃないんですけども、うん、はい、で知り合いとそういう話した時に、あ、うまいこと言うなと思って、まあ、要するに香港舐めてたんですよ中国は。そうですね。で確かに問題はあるのは分かってたけども、この程度なら養生できると思ってたんですよ。ところがもう 急に悪化してた。あ、つまりね、胡錦涛政権までは
香港の問題っていうのは非常に気を使ってたんですよ。あ、それなりにね。だから2003年にいわゆる最初のね大きな大規模デモが起きた時、はい、あれは SARS の直後だったんですけども、はい、そのデモが起きた、それはね国家安全条例に反対するデモだったんですけど、治安維持法ですね、はい、で胡錦涛はすぐ治安維持条例はやめますって言って宣言したからすぐ終わったんです。 あれも結構大きかったですよ。51万人ぐらいのデモだったと思うんですけど、結構やばかったですね。当時としては最大規模、今も100万人とか200万人普通にやっちゃってるから、うん、ピンとこないかもわからないですけど、当時は香港で50万人、返還初めての大規模デモっていうことで、うん、かなり衝撃で、でこれは当時胡錦涛政権になったばっかりだったんですけど、はい、共産党潰れるかもっていう認識を持ってことに当たったんです。胡錦涛頭良かったですね。胡錦涛さんは慎重なんですよ。で、香港の潜在的なリスクっていうのもよく分かってたから、もうすぐにやめて、もうここ撤回、早めに撤回しといた方が自分のメンツも守れるし、ごめんごめん、何かの間違いだからみたいな感じでやめてしまった。ごめんごめん、もうなかったことにして、なかったことにします、この話はちょっと置いとくねって言って、はいはい、なんとかやったんです。あ、でそのぐらい実は香港のその火種あったんですね。火種っていうのはもともとあった。で、だけどもその後胡錦涛政権何やったかって言ったら、はい、いわゆる経済緊密化政策、はい、香港にガンガンばらまいたんですよね。ばらまいて公共事業やりまくり、中国と付き合ってたらいいことあるでしょっていうふうに思わせたから、はい、2008年ぐらいまで香港は中国の元で発展するんだっぽい雰囲気に、はい、なってた、みんなそう信じてた、はい、五輪が終わるまで、はい、だから実は台湾もそうなの、同じことしたんですよ。胡錦涛政権のやり方っていうのは高等技術って言って、はい、まあまあ金の、それいわゆる平和的台頭っていう戦略ですね。平和的台頭、平和的台頭、ルートワークの分類によるとね、そうなんですよ、はい、ってところが結局リーマンショック起こりばらまく金もなくなってきた時に、ててじゃあどうするかって言った時に、はい、じゃあ締め付け、まあ、カゴのね、鳥かごを大きくして、香港ちょっと自由にさせすぎたから、ね、鳥かごを締めよう。締めようかと。暴れるんだったら電気、じゃあ鳥かごに電気通すみたいな。怖え。鳥かごにぶちかったらプチダチみたいな。あ、それが今なんですね。うん、でそうなってくると中の鳥はこのままでは死ぬって思う。死ぬぐらいなら命がけで戦うぞって言って、もうみんな一斉にバンバン。こう壁にぶち当たってきて、はあはあ、今壁がグラ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 しているという感じ。やばいですね。でチャイナ経済これからそんなに良くなる見通しないので、とりあえずないですね、米中暫定合意もどうですか。誰も期待してないんです。あ、そうですか。無理そう。てか少なくとも中国国内では期待しておりません、はい、あ、誰も、うん、でだからもうどうすんのって話になってくると、 あれ合意したってアメリカのやつ丸飲みしたらもうそれこそ習近平やばいですよね。飲めない内容ですもん ね、うん、ね。習近平さんは今まで徹底抗戦って調整だみたいな感じで言ってて、ね、はい、で今度融和的にやるとかって言い出したら、はい、国内のメディアからもうほとんどね揚げ足取りのように投降派、うん、あ、いわゆる負け組だと、うん、だからそうなってくると習近平さんは、ね、地位が維持できない、求心力も維持できないっていう風に なってくるし、でもまさしく結局香港問題っていうのをきっかけにですね、この10月1日ですよね、はい、結国慶節、はい、でこれがまあうまくやったとしても、ね、もしなんかもうどうしようもないメンツ丸つぶれみたいな状況になった時に、ね、その10月のまあ下旬かな、20日前後かなに、はい、ちょっと調べてまだないですけども、はい、まあ、4中前回もう10月に開くことは決めてますから、実質的3中前回ですけど、はい、そこでね、やっぱり相当言われますよ。でやっぱり党内では今の素晴らしい中国、はい、この今の世界経済2番目の素晴らしい中国を作ったのは鄧小平、はい、で党内の半分以上の人もコンセンサス、コンセンサス、うん、なるほど。で習近平はその鄧小平の遺産を潰してるだけ、そうですね、食い潰してるわけですね、っていうのが半分ぐらいのコンセンサスで、もうそうなったら習近平さんに対するなんていうのかな、こう包囲網とか圧力っていうのは半端ないですね。もう半端ないんですよね。で最近あってその友達が教えてくれたんですけど、うん、あっと思ったのは旧是っていうね、共産党の党中央の理論史があるんです、はい、求めるに是ですね、はいはい、でこの旧是でなぜか今頃、はい、最新の旧是で、はい、習近平さんの演説、はい、2014年にあった、はい、
全人代の60周あの全作って60周年目の演説っていうのが全部載ってるんですよ、はい、なんで今頃2014年の演説載せるの、はい、共産党の理論史がで、まあ、あの CRI っていうね中国のメディアなんかも、報じてるんですね、はい、でも中身あんまり報じてなくて、はい理論史が報じたみたいなことしか言ってない、はい、何が書いてあったんですか何が書いてよく読むと、はい終身あの官僚のねあの任期がないのはけしからんだ、はい、だから私は終身制を、はい、官僚が終身制なのはけしからんだ、はい、だから私は任期制を導入したと書いてあれ任期を取っ払って国家主席になってる人がいますねそれお前言うっていう感じの憲法まで変えた人がいますねそれでね、うん、憲法変えて任期取っ払ったお前が言うかお前がそんなこと言ってたんかとかっていうだから今メディアに対する圧力とか、その言論の自由ものすごくないんですよ、あの習近平恐怖政治やってますから、はい、だから言えない自分の言葉で、うん、だから習近平さんは昔2014年に演説で言った言葉を今頃持ってきて巨大なブーメランを持ってきてそう建国70周年の直前の休戦に持ってきて、はいはい、ほいブーメランアタックとでんとかってこう見せるわけ、で習近平さん2014年の頃からもうすでにね、はい、野心持ってて、はい、よくこんな原稿をね OK 出したねって言ったら、多分、うん、彼は原稿読んでないんだよ あいつが書いたんですか、あのいや多分違う人が書いたから、その、まあ、いわゆる官僚が何人もね、はい、あさってああいうの原稿スタッフ手入れるんだけど、はい、その中で心ある人が入れたんだと、はい、わざとそういう一文をなるほどでもうそのままスッと読んだらもうそれもそのまま鵜呑み何にも考えずに読んで、でもう忘れて、で昔の原稿こんな原稿ありますけど5年前に投げたブーメランが頭に直撃して5年前にブーメランがチッとかって私は任期制を導入します、うん、あのその官僚が終身なのはもうよくない腐敗の温床よくないとかって言ってで任期制を導入するとかって言ってて国家あの主席の任期を取っ払った習近平、ね、すごいブーメランですねこれっていうようなことを旧世みたいな、はい、まあ、理論史が党中央理論集とかが、まあ、やっちゃうっていうあたりがもう党内 その内心っていうのをこう表してるんじゃないかやばいですねでこれはもうなんていうのかなすで10月1日の国慶節があって、はい、でもう4中全会があってその4中全会を目指して、まあ、習近平包囲網をこうやっていく前哨戦じゃないかというふうに今見られてこれから多分気をつけていろんなメディアとかいろんな現象を見ていくと、うん、そういう習近平をチクチク、まあ、面と向かって習近平はけしからんって言うとこれ捕まっちゃうし、はい、潰されちゃうし、はい、あのダメなんだけれども、うん、そういうふうにこうなんていうのかな非常にこうレトリックの表現の不自由な国ですから、はいはい、表現の不自由な国ってね、はい、アートが発展するなるほど本当にチクチクやるこの、うん、あのだからね私はねあの表現の不自由点っていうかねトリエンナーレだよねこれは意味があるで、はい、で表現の不自由な世界っていうのは、はい、もうこの不自由な中で何を表、ね、言いたいことを表現するか、うん、本当に工夫を、ね、重ねるね、だから、ね、はい、あんなね見た目あの表現の不自由なんてね、わからもうちょっとね高尚なその表現の不自由の、ね、はい、あの醜悪な作品を飾ってなんとかってだって全然見たところ全然表現自由じゃん。フリーダムじゃんお前そんなの。フリーダムじゃん。そうじゃねえ。一見わかんないんだけどよく見るとってことですよね。そうそう。はいはいはい、表現の不自由っていうのは批判すると殺されちゃうから、はい、批判できない中でどうやってテクニックを駆使してその思いを伝えること思いを伝えるかっていうところがやっぱりアートなんで。なるほど。彼らの文芸ってもうその新聞メディアのメディアとかねそういう雑誌とかに書かれてるね、はい、文芸のねテクニックっていうのはねもう私もね人にね教えてもらわないと読み過ごす全部。ああ、そんな旧世も思わず福島さんも読み飛ばしてたぐらい。いや旧世なんてああ今頃なんでかやんのかなって、でもその時に今頃なんでこんなの出てくるのかなっていう時は気をつけて見た方がいい、じっくり見た方がいいってこと。あこういうことですかみたいな。いでもそんな状況だとね習近平米中暫定合意なんて大したこと約束できないんじゃないですか。ダメだから。アメリカが飲むようなこと約束しちゃったらやばいじゃないですか、ますます。もうだから何も何も決まんないんじゃないですか。できない。だからもう全部今もう手が封じられてるんですよね。で私はねやっぱりこの香港の問題もそうですし、これはやっぱり香港がね自由を求めるっていうだけの運動ではなくて、はいはい、やっぱり世界的時代革命って言いましたけど、はい、今まさしくそういう時代が来た。になりつつある。で
これは習近平さんが演説の中で非常によく言ってる、はい、100年なかった未曾有の変局に直面している世界が、この後習近平は自ら言ってるんですか。それはもう演説の決まり文句、頭の決まり文句でよくて、はい、その後に誰がこの国際秩序を再構築するのか、願わくばそれは中国でありなければみたいな感じで演説が続くわけですね。でも自国内の秩序 もう維持できなくなる可能性が出てきましたね。皮肉にもそういう中で、要するに今もう国際秩序、今まではパックスアメリカ、はい、アメリカが俺がルールだみたいな感じで仕切ってた、はい、世界の警察だった、はい、その枠組みっていうのが今大きく、まあ、変わる時、うん、でこの変わる時にいろんなことが起きる、はい、その起きる時に非常にその影響力のある立場で中国はいなきゃいけないっていうのが習近平さん その演説、はい、大体基本的なその言ってることの趣旨なんだけれども、はい、その中で香港っていうのはまさしくその秩序が変わるなんていうのかな、トリガ ーで、みんなね今アメリカの開かれた自由主義圏に属するか、はい、閉じられたトータリズムのね、はい、全体主義社会に属するか、はい、さあどっちがいいですかと、まあ、全体主義、ソ連崩壊で一回トータリズムぶっ壊れたはずなんですけどね。でもまあ中国は中国、まだチャイナに残ってますね。まだチャイナが台頭してきて、はい、これはアメリカの責任半分以上あるんだけれども、はい、台頭してきて、で台湾でもどっち選ぶんですか、あーなってましたね。で台湾は選挙制度があるから、はい、選挙で決まる、はい、選びましょう、はい、おそらく来年1月の選挙で、蔡英文今すごいですもんね、うん、台湾は中国につくか、つまり閉じられたトータリズムの経済圏、はい、社会主あの秩序につくか、はい、アメリカの開かれた、自由主義社会につくか選びます、はい、日本も意識して、そんな切羽詰まってないけども、はい、みんなね問われますから。そうですね、どっちがいいの、まあ、この間の参院選もね、ムンジェインから応援ミサイルが飛んできたと僕は思ってますけどね。でもう韓国はね、はい、腹決めてるよね、私は中国についていくって言って多分、ね、あ韓国ね、はい、うん、あれ向こう側ですね、うん、でもアメリカと別れて中国につくっていうふうに決めてるように見える、はい、私には、はい、少なくムンジェインはそう思ってます、うん、はい、で日本は多分考えてない。あどっちとも付き合えるとまだ思ってる。あそういうやつもいるでしょうね。でも、うん、でもまだね、うん、多分そう甘いことにはならない。で香港は選挙が自由選挙がないから、ないですね、だからデモで決める、意思表示をするしかない、意思表示デモで意思表示、はい、今見るとアメリカにみんな助け、はい、アメリカによりアメリカ側の陣営に私たちはつきたいって思ってる。なるほど。でそれ世界でいろんなところでやってる、うん、からでまさしく、まあ、もともと自由主義社会にいてた人間が今更中国のね閉じられた世界に行きたいかっていうと、うん、結局のところはアメリカの方に着くし、そうですね、で中東なんかはまだわからない、うん、中東なんていうのはひょっとしたら中東ロシアなんていうのは、まあ、中国側に着くかなって考えてる人たち、ロシアは今ものすごい蜜月ですからね、チャイナとはね過去にないぐらい、ですかね、過去にないぐらいらしいですよ。これ小泉優さんが言ってましたけどね、うん、過去にないよね、過去にないぐらいくっついてるんですけど、ただプーチンはね、うん、賢い猿なんですよね。もう福島さんの読んでますから俺、うん、賢い猿でもう木の上から米中がぶつかるの見てて消耗したところでって考えてると、うん、いうことですよね、うん、いやまあプーチンは食えないですよね、食えない野郎ですよね、うん、はい、いやただまあそういうふうにこう世界がこう大きくこう分け2つの陣営に分かれて、うん、もう一回再構築するっていうところで、はいはい、その再構築の核である共産党がもうグズ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 ですね、なんですよ実は、はいはい、割とね表面しっかりしてるんだけれども、はい、見た感じ、はい、なんかシロアリでこうウロになってるみたいなところがあって、なるほど、で香港でそういうのに、まあ、鳥がもうバンバンバンって香港みたいにぶつかっていくと、はい、意外といや香港なんてそんな小鳥がね、ええ、木にぶつかったって何にもならんよと思ったら、みんな思ってたらなんかバラ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 って意外とあれ揺れてますよ、あれ揺れてますけどっていう感じで周りが見たなんだあれ大木に見えるけど結構なんかやばいんじゃないの、スカスカなんじゃないのと思って、みんなその森のウサギ、ウイグルとかチベットとかも出てきて、森のウサギやタヌキがさ今まで大木でとてもと思ってたのがもうブンブンとか足で蹴り始めて、大きな株みたいな話ですよこれね、あなんだみんなで叩きゃ壊れるんじゃないのみたいな感じになっていく可能性はある。いやすごいですね。でそのうちアメリカの木こりがバーンみたいな感じでやってくるのかな。いやまさに予言の書の通りですね
この本に書いてある通りじゃないですか。まあそう簡単にね、意外にね、まあ中が裏でもメタセコイアみたいなんだったら、うん、太いんでね、なかなかいかないかもしれないですけどね倒れないと思いますから、はい、いやでもミンスキーモーメント近しと時間がかかるかも。だから一つの山場っていうのが、はい、まあ、もちろん今年も山場で2019っていうのは何か後で振り返ると、はい、これが山場だったって思える年になるかもしれないですけども、はい、みんながね言ってるのは、いや北京冬季、あの冬季五輪ね、はい、無事に迎えられるんですかねみたいな。2年後じゃないですか、うん、2年間ずっとこの調子でいく可能性がある。いやで2年間多分経済、この2年の間で経済回復する見込みあります？ないです。ないですよ、ね、ないです。でそれで冬季五輪、はい、やるわけでしょ、はい、しかもその間に少子高齢化微妙にまた進みますからね、チャイナ、うん、いやちょっとね、そのいわゆる何かというか党内、まあ、党内も結構ね揉めてるので、はい、この段階でね、この状況でね、一致団結するには、まあ、生贄が必要で、その生贄は習近平さんになるわけで、なるしかないですよね、今のところ。他に責任取れる人いないわけですから。だから、まあ、もう一回一致団結して、中国共産党として、その地盤固めの再構築をするにしても、犠牲は必要だし、生贄というかね、責任取る必要だし、はい、まあ、何か大きくなる。大きな出来事が起こるかもしれないなと、はい、まあ、これはもうあくまでも希望的観測も半分。いやでも冬季オリンピックまでがちょっと勝負ですね。そうするとそうですね、はい、でまあ、もちろん今年だって何があるか分からない。私2019年ね、うん、何か起こるとかって、そうですね、いつも 前は2017年何か起こるとかずっと伸ばしになってるんですけど、でもそういう予感ってずっと続いてるっていうのは分かっていた。リーマンショック以降はもうこういうのいつ起きてもおかしくなかったと。まあ、そうですね、はい、リーマンショックがリーマンショックのを乗り越えたあたりがピークでしたね。あ、その後ですね、その後からおかしくなったと、まあ、 うん、でその後ね、もう少し頑張れば、例えば、はい、対症療法って言って、はい、咳ができたら咳止めを飲み、はい、熱が出たら熱冷ましを飲み、はい、お腹が下ったら下痢止めを飲む、はい、ような形で養生してればいいのに、はいはい、病気だと見られるのが嫌だから俺は元気だって言っていきなり猛練習始めちゃったと。でも寒中水泳ね、寒中水泳やっちゃった、0か10度ぐらいで、なんか寒中水泳してみたりとか、炎天下マラソンしてみたりとか、そういうことまだ病み上がりじゃないですかみたいなところで、あんた本当は持病結構ね、糖尿病も肝硬変もありますよと抱えてて、手足ちょっとエソになりかけてるんですけど、みたいな、そういう状況で寒中マラソンとか、炎天下マラソン、寒中水泳とか炎天下マラソンしちゃうから、はい、なるほど、今もうヘロヘロな、やばいですね、もう内臓ボロボロみたいな感じな、内臓ボロ、滝の不全寸前みたいな感じではあるんですよね。いやでもこの本当ね、予言通りでした。本当そう思います。私も、ね、かなり当たってますよ。結構当たってるじゃん、当たってるじゃんとか思って、いやこれは増刷御礼ということで今回特別番組でしたけども、この後また当たるかどうか、はい、ちょっとぜひですね、また年末にちょっと八重洲イブニングラブお越しいただきたいなと思ってますんで、ぜひまた、はい、呼んでくださいませ、はい、またオファーしますんでよろしくお願いします、はい、さよなら。